はい、どうも、こんにちは、ゆえんです。今回はね、コロシアムの1回戦マクロ、こちらをね、やっていきたいと思います。で、パーティーはね、こちらの斬撃パーティーですね。で、互換キャラに関してはね、もうたくさんありすぎて、ちょっともう言い切れないぐらいあるんで、まあ、とりあえず全体攻撃のできるキャラなら、誰でもいいような感じなので、まあ、わざわざ、斬撃タイプの場合は、わざわざね、地属性に揃えなくても大丈夫です。ホッサとかでも大丈夫じゃないかな、多分。むしろもう斬撃タイプでもいなかったら、一体ぐらいだったらね、斬撃タイプじゃなくてもいいような気がするしね。そう、持続性で固める必要もないし、だから、アシュラ一部銀とかでも多分大丈夫だし、その辺ね、こだわることはないと思います、多分。だからドリー育ってないよとか、ローも、ドロップしてないよとかいう人でもね、全然大丈夫です。誰か代わりになるようなキャラを見つけて入れてもらえれば大丈夫です。まあ、一部銀、ホッサ、まあホッサどっちもいいな。地属性のホッサでもいいし、うん、むしろナイトメルフィーでもいいような気がするし、斬撃じゃないけどね、でもいいと思うし、うん、特攻ソップある人はもちろん特攻ソップの方がいいし、ちょっとね、いろいろありすぎますね。誰でもいいです、だから。正直。あとはエンハンスかけるキャラでもいいかな。ドフラミンゴとかね。まあ、いいかな。多分大丈夫だと思うな、ドフラミンゴでも。それだとね、もしかしたら周りを削んなきゃいけなくなるかもしれないけどね。あー、もったいない。ひたすらこの辺はね、ターンを貯めていくような感じになりますね。船は、棺船よりはこっちの方がいいですね。周りを飛ばしたいんで、まあ、ガンホールよりこっちの方がいいかと思います。ガンホールよりはじゃねえわ。棺船よりはね。棺船よりは、ガンホールが近いこっちの方がいいかと思います。で、ローがね、意外と使えるっていう。めっちゃ使えるからね、俺、渡辺振っちゃってます。それぐらい、使えると思ってて、だからね、ドロップさせない人ね、落とした方がいいっすよ。早めに質問なんて出たら多分ね、めっちゃ強いと思う。はい、これドロップします。で、ボス戦ですね。で、このしびれがね、うざいっていうだけのキャラで、あと3224、今ね、先制攻撃を、まあ、耐えきれる体力さえあればっていうところなんで、まあ、そんなに切れなくていいんじゃないかなと思うんですけど、ここボス攻撃します。やばいな、これやばくない？ 30% って言ってたよね、確か。一人しか攻撃できてないし、で、なんで今、クロコダイルを残しておいたかっていうと、さっきスロットが良かったんでね、あえてクロコダイル使いませんでした。ここで結構縛られてきちゃうんで、早めに倒したい。そしてウソップが封じられてほしい。マジ？やばいね、運が。ここで来た。
はい。でね、こんな感じでね、うん、まあ割と楽にクリアできると思います。まあちょっとね、今のひどい確率だったと思うんですけど、まあそれでもクリアできるので、まあそんなにね、うん、リリーいないから無理とか思わないで、誰でもいいんでね、絶対攻撃できるキャラを探して入れるだけのと、クエストですね。はい、以上ね、これさえもね、1回戦の、無課金編成での攻略でございました。ご視聴ありがとうございます。